NHK 文化祭は2000年から2017年まで10月から11月にかけて開催された NHK のイベントキャンペーン。NHK 放送75周年事業として企画された教育番組の祭典 NHK 教育フェアが2000年から2009年まで開催。2010年から子供から大人まで対象にした教育文化的国際的テーマの祭典。 NHK 文化祭にリニューアルした。教育番組国際コンクール、日本省と東京都渋谷区の NHK 放送センター周辺を会場にした公開イベント、探検広場がメインとなっている。また、開催期間中を中心に関連特別番組が NHK 教育テレビを中心に編成される。NHK 教育フェア2020 20世紀の最後に NHK は、 教育を考えます NHK 教育フェア2001ワクワクをスクスク NHK 教育フェア2002 NHK 教育フェア2003 NHK 教育フェア2004 NHK 教育フェア2005ドカーン止まるごと教育 TV 大文化祭 NHK 教育フェア2006学びたいは終わらない NHK 教育フェア2007学びたい は終わらない NHK 教育フェア2008学びたい。は終わらない NHK 教育フェア2009学ぶ冒険 NHK 文化祭2010 NHK 文化祭2011 NHK 文化祭2012 NHK 文化祭2013 NHK 文化祭2014開催期間2014年10月15日から11月3日。 NHK 文化祭 2015NHK 文化祭 2016NHK 文化祭2017ありがとうございます。